はい、こんにちは、ズイフーさんです。今日は鬼滅の刃の作者後藤家、小夜春さんの運勢を見てみたいと思います。皆さんもね、ご存知の通り、鬼滅の刃、大ヒットしております。ね、大ヒットどころかもうね、もうものすごいヒットしておりますよね。もうブームということです。ね、運勢ね、出してみました。すごいことになってますよね。びっくりしました。鬼滅の刃ね、主人公の少年ね、妹が鬼になっちゃったね、それを戻すために命がけの戦いに出ます。要するにこの方の運勢、一言で言いますと、蛍の墓、ね、戦時中の人にね、インタビューすると、多くの人がね、後悔していること、それは蛍の墓の兄弟のようなね、子たち、いっぱいいたそうです。その子たちをね、助けられなかった、飢え死にしていった子もね、たくさんいたそうです。ですのでね、まあでもかといって自分もね、困ってるわけですよね。その中の葛藤、それで後悔している、あの時ちょっとでも助けてあげればよかったなとかね、そうやって、悔やんでね、死んでいった人たちがたくさんいるということですよね。しかも後藤家さんの場合ね、それはね、ものすごいね、恐怖なんですよね。ものすごい恐怖で、もうそれもう もしやった場合もどうなんだろうみたいなね、ようなことで、その何が言いたいかっていうと、それぞれね、あの運勢的にその人にが一番怖いことってあるんですよ。一番怖いことってやっぱりね、避けて通ってるわけですが、もしね、その怖いことが自分の人生の目的ね、目標目的だったとしたら、あなたはどうしますかっていうね、そういうことなんですよね。で、後藤家さんの目的ってなんだっていうと、リッチになるね、もう自分さえ良ければいい、ね、リッチになってね、もうすごいね、大邸宅に住んで、ね、リッチな生活を続ける、ね、そういうことが目的なのに、それが一番恐怖なわけです、ね、そうするともうシャウシェスクみたいな状態になっちゃうんじゃないかなみたいなね、そういう恐怖っていうのはものすごいあるわけですよね。で、今回それをね、やっぱり作品にしちゃったわけです。人のために尽くす、ね、本来人のために尽くさなければいけないんじゃないかっていうのも強く思っている。人のために尽くすって、もうただ尽くすことじゃない、ね、究極の人に尽くすってことは何だと、特攻隊ですと、ね、自分の命を犠牲にしてまで人を救う、これが究極の人助けなんですね。ですからそういうことをしなきゃいけないんじゃないかって強く思っていながら、しかし自分だけが助かりたい、ね、そういうキャラを物語の中でも作ってますよね。自分だけ年下に怒られてるっていうね、お兄ちゃんは何自分だけは助かりたいんですかみたいなね、そういうふうにね、諭されて、おりましたけどね、うん、そういう、まあ、自分のね、シャドウ、それを物語の中に出して、で自分が最もやらにゃいかんじゃないか、ね、鬼滅警察入るための試験、それはね、なんと鬼と戦って、ね、
負けたら鬼に食べられちゃうってね、死んじゃうってね、生き残った人が鬼滅警察に選ばれるみたいなね、もうそれってもう究極でしょみたいなね。でその後次々とね、伝令のカラスがね来てね、もうやっつけたと思ったら次ここに鬼がいますって言ってね、また知らせに来て、また行くのみたいなね、究極のね、人助け、ね、まあ妹をね助けるために、他の人を鬼から助けるためにっていうね、もう自分がやっぱりこれはやらなきゃいかんじゃろうっていうねことをもう書いてるっていうことなんですよね。で自分はやっぱりこの方はもう自分だけ助かりたいっていうね願望もものすごい強いわけですよね。人はどうでもいいみたいなねその狭間にやっぱり揺れ動いてるっていうね、そういうテーマがあるわけです。で宮沢賢治もそうでしたよね。あの人の運勢はね、もちろんリッチっていうね、もう雨にも負けちゃう、雨の日は仕事に行かないもうね、印税収入で僕は暮らしますみたいなね、ね、そういうような運勢なのに雨にも負けず、私はこういうものになりたい、嘘つけみたいなね、まあそれを推しにして受けてるわけですよね。みんなに感動を与えてる。やっぱり後藤家さんと一緒なんですよね、その辺はね。ですからやっぱりその辺がテーマで書いてるんだな。で鬼滅の刃をヒットさせて、物語では人のために死ぬみたいなね、話を書いておきながら、現実は印税バシバシ入ってるっていうね、もうかなりお金入ってるはずなんですよね。まあでもそれ本人の目標目的ですから、それはそれでもう叶えたわけですね。そうだったのかっていうね、もう納得しました。そしてこの方の運勢でもう一つキーワードはご両親ということですよね。ご両親がきっかけを作る、ご両親がこの人を育てる、というのはね、この方が漫画家でやって書いてきたんだけども、泣かず飛ばずで、ね、もう漫画やめようと、ね、漫画家はやめて、もうこの鬼滅の刃、この原稿も捨てようかなと思ってゴミ箱に捨てようとした時、両親がね、ちょっと待った、ね、やめるならやめるでいいけど、とりあえずこの鬼滅の刃ってこの漫画とりあえず送ってみようよと、君の好きな何、その少年ジャンプかなんか、少年ジャンプですかね、集英社かなんかですか、横断者、どっちだった忘れましたけどね、そっちの方にね送ってみましょうと、ね、いうことで送ったところ、まあヒットしたということですよね。大ヒット、ね、これ両親が一言言わなければこの方はもう漫画家やってないということになります。ですから両親がね、その鍵を握るということですよね。そういう運勢で、これからも両親がきっかけになりますんで、なんか家庭の事情かなんかで福岡帰っちゃったそうなんですけど、それもねやっぱり運勢にやっぱ関係しているということなんですよね、うん、そしてなおかつこの方の運勢で重要なのが、崖っぷちに追い込まれるとスイッチが入るという仕組みですね。その漫画家をやめようってゴミ箱をもう捨てる瞬間にスイッチ入る。で鬼滅の刃もね、連載してたんだけど、もう打ち切りになりそうになるっていうね、鬼滅の刃が打ち切りになりそうになったのみたいなね、ギリギリのところで救われるみたいな、単行本にしたら結構売れるじゃんみたいなね、ことになったということですよね。それでまあ爆発的に売れる。だからやっぱり崖っぷちに追い込まれてスイッチ入れるみたいな運勢でね、あれですよね、だからそういう人芸能界で東出さんとかね、
あの結構あの問題を起こしてる人、結構いましたよね。だからやっぱりその追い込まれてからがその人の進化が問われるっていう運勢持ってるんでね、芸能界でもねどうなっちゃうんでしょうこの瀬戸君はみたいな。だからそう追い込まれてからなんですよね、その人のやっぱりテーマとか重要っていうことはね。ですんでね、そういう同じような運勢持ってて、ギリギリのところでやっぱりね救われるとか、そういった話をやっぱり鬼滅の刃でもやってるんだなっていうね、そう思いました。そしてなおかつ今運気的なところなんですけども、芸能界とかいろんな世界で大事件起こってます。問題を起こした人、中にはね自殺しちゃった人もねいます。全部やっぱりこの天体たちね、土星木星冥王星っていうねトリプル攻撃でやられちゃった人がいるかと思えば、それがねいいように働く。血の球はもう嬉しいですよねこの時期で、活動球の人はもう最悪ですよね。中には死んじゃった人もねたくさんいます。ですのでね、天国と地獄、もともと天国と地獄みたいな運勢を持ってるところに、そういう橋渡しするようなね、ラッキースターとして影響、この方にとってはねラッキースターとして、影響を与えたところで、かたやね大ヒット、かたや自殺ね、そういうね天国と地獄ね、もう極端な形でね今表してますよね。ですから、ああそうだったんだ、もうものすごく今人生においてもいい時期だったんだなって、大ヒットするっていう時期だったんだなって、もちろん不遇の時期もあったと思います。この方の不遇の時期っていうのはそのね、今のトリプル天体みたいなのがね、要するにか不動球ね、不動球でスクエアもスケ、もしくはそのオポジションで来た時っていうのはね、いやもう人生最悪だみたいなね、自殺しちゃおうかなとかねやっぱ思っちゃうぐらいなね、ことが起きるっていうことですよね。ですからまあ今回お騒がせしているね、そのトランジ大トランジット、いろんな影響がね、及んでるんだなっていうことがね分かりました。ということでね、ざっくりと運勢見てみました。今後のね動向も注目したいと思います。ではチャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。